疲れ様です。これこれはお疲れ様です。これこれはお疲れ様です。これこれはこれなんかキャップも、はい、服も、はい、かっこいいな。いいな。うん、はい。とりあえず、あの、はい、自己紹介の方から、はい、あのお願いします。森村優希です。年齢は32歳です。あ、まあまあ言ってんな。まあまあ言ってますまあまあ言ってますちょっとあのボート変えたっていう。ボート変えました。ちょっと聞きつけたから、はい、ちょっといろいろ紹介してもらおうかなと、はい、思って。で、マイボートはこちらです。こちらです。おお、なんかすごいかっこいいラッピングやなこれかっこいいわ。めちゃくちゃかっこいいやんこれ。で、このボートの名前は？このボートはステーサーの400の SF、うん、SF、はい、うんうんうん。じゃ人気あるやつだね。これかなり人気あるやつです ね。一番ね、リザーバーでは、はい、一番いいかな。そうですね、うん。こうやって長さって何フィートぐらい？これ長さは13フィートになる。はい、4メーターぐらい、ね、4メーターぐらいですかね。トレーラー合わせたらちょっと大きくなります。ああ、なるほど、はい、なるほど。エンジンは？エンジンはヤマハの、これちょっと古いエンジンで、でもオート、オートです。オートの40馬力。で、はい、ステンペラー。ステンペラー、はい。ハイパフォーマンスね、これ。これはパワーテックって書いてますね。うん、はい。はい。いいな、いいな。あの、はい、この船のボートの、はいはい、一番気に入ってるところって。やっぱりこれハンドルやんな。ハンドル、これやっぱりハンドルやろ。あの、はい、俺が思うに多分ハンドルやろなと思うんやけど、やっぱハンドル。ハンドル気に入ってますね。なんでボートは青で、なんで赤なのか。青色と赤色が好きで、うん、で、この青色にハンドル赤っておかしいやろってよく言われるんですけど、うん、結構合ってるくないですか。チョコレート食べたやろ。食べました。すいません。チョコレート口にいっぱいついてる。取れた取れた。取れました。うん、で、エレキが？エレキが、モーターガイド。前使ってたやつと一緒のモーターガイドのツアーの、うんうん、82です。82。24ボルトです。まあこれ。多分一番なんかなんていうの、サイトする人ってこのエレキめちゃくちゃ多い、ね。うん、多分俺はなんか好き。あ、僕も好きです。うん、むっちゃ速くない？速いです。で、バッテリーの持ちもいいし。持ち、うん、本気でガーって一日あったら結構なくなっちゃったりと、うんうん。でも多分ミンコタよりかは全然良かったのかな。うん、で、ライフスコープもついてるね、これ。前のやつ、ね、これ前のやつをそのまま移植しました。なるほど、なるほど。で、もうこれも、これはあのジャンキーズオリジナルスタンドアップマウントに魚探がガーミンのエコーマップウルトラの10インチ。10インチ。はい。うんうんうん、なるほど、なるほど。一番なんか、あ、で、デッキもあれなんよね。デッキはハイデッキ。ハイデッキ。これは高床式。おお、なるほどね。高床式ってこれ高床式ハイデッキ。ああ。高床式。コンパネ1枚で作ってる。コンパネ1枚と、うん、下補強入れて。補強はこれ、あ、補強というかこの高床式。高床式な。高床式。めっちゃこだわりやん。で、ストレージはどういう感じ？ストレージ。あ、ごめんなさい、これ今めっちゃ汚いですけど。汚い。まあ、ウェインバック、あ、救命の救、あの、あれです、フェンダーとか、ここに救命とか
法廷備品全部入ってます。あ、まあまあでも広いんやな。広いやっぱここ何も物入れてなかったら僕普通にここで寝れるくらい。それはないまあすっぽりとは入れるんです。すっぽり入る、うん、でライベルがこれ、これライベルです、うん、中はこんな感じです。おお、あ、金魚すくいのなんか網、うん、これあのちっちゃいバスとか取るときにこう頭入れて取りやすくする。大体これの大きさって、うん、これはでも60やったら3本ぐらい余裕で入る。そうですね、うん、3本ぐらい、うん、奥がこの辺まであるんですけど、うん、これこれぐらい分からない、うん、大体やな、はい、大体やな。何 リッター数で言うとはちょっとわからないんですけど、でもまあでも余裕で50アップ3本とか603本入ります。余裕で入るよね、はい、うん、え、後ろもここは、あ、そこはここはあのバッテリー、ああ、リチウム、リチウム212V 24のの50アンペアと12V の100アンペア、24V はで、ここにあの、うん、メインスイッチというか、お、今つながってる状態でここでオンオフ、うん、あ、なるほどなるほど、にしてて24はエレキのみ、うん、のみ、うん、で 12V の方は魚探と、うん、ビルジー、うん、はい、ビルジー給水、うんうんうん、でここにもう一個この下に、うん、このエンジンの前の下に、あ、クランキング用のボイジャーが一発、ね、はい、でクランキング 12V 24V っていう感じで、うんうんうん、で反対が燃料、こっちがタンク24やな、うんうんうん、で、これだいたいスピードで言ったらだいたい何キロぐらい、初めて買った時GPS で測ったんですけど、うんうん、その時60キロ、おお、もうほんだん早いな、早いですね、全然早い、たまに失敗したら、うんうん、ちょっと空飛びそうになるぐらいの空飛びそうになる死にそうになります、たまに前もまあ、あとじゃあこのボートの、はい、いいところなんでこのボートにしたか、多分、うん、こう日本国内やと琵琶湖と霞ヶ浦以外やったら、うん、どこでも持っていけて、うんうんうん、スピードも出るし、うん、竿も詰めますし、うんうん、なんかすごい リーズナブルって言ったらおかしいですけど、なんて言うんですか、お手頃って言うんですか、うん、お手頃、うんうん、もうでも今は販売、そうですね、出ないもんね、廃盤になったんで、うんうん、まあ、中古で買うしか、うんうんうん、なるほど、ないかなと思います。まあ、あとなんか、あ、このもうちょっとこここうやったらいいのになとかっていうところはない、このボートですか、うん、ない、なんか前が、うん、そのクイントレックスの12フィート乗ってて、うんうんうん、でもうクンクン吹き放題動けたんですよ、クンクン、はい、エレキ踏んだら、うんうんうん、でやっ12フィートでこれ13フィートで、うんうんうん、多分そんなに大きさは変わらんかなと思って乗り換えたんですけど、うんうん、思いのほかこう重たいというか、ああ、そうやね、うん、なんでもっと12フィートみたいにサクサクエレキが動いたりとかしたら嬉しいなって思ったりはします、ね、ああ、なるほど、エンジン外したらいい、エンジンですか、うん、エンジン外したら今度走れなくなるなるほど、なるほど、そういうことですか。まあもし、はい、そのこれからバスフィッシング始めて、はい、ボート買うっていう時、はい、とかは、はい、おすすめ、これ多分そのダムとかやと最上級クラスのボートになると思うんですけど、うん、最初は、ま、僕が前乗ってた12フィートとか、前はクイントレックスの12フィートとか、うんうんうん、ああいうのとかでも全然いいと思いますし、うん、ま
廃盤になってるって言うと、やっぱりちょっと値段も高いんで、うん、あ入門編にしてはちょっとあれかなって思ってしまう。まあでもあったらいける。ある人とか、うん、こういうのがいいなっていう人はいいと思いますけど、まあ、勇気ぐらいね持ってないとあかんってことで、ね、いやいやいや、もう持ったことないですけど僕は、うん、いいな、羨ましい。いやもう絶賛ニコニコローンです。あなるほど、はい、OK です。あとなんかあのこのデザインとか、はい、なんでこういう感じのデザインに、これは、うん、ロコチャンネルの P の方が、うんうん、デザインしてくださったもので、おー、うん、まあ、水色がいいなと思って、うんうんうん、でそのデザインしてもらったやつに、うん、あもうこれかっこいいですっていう感じで。なるほどね、はい、まあもう一生乗り続ける、もうはい、ずっと乗り続けます、うん、はい。最後にちょっと一回座っといて、あ、一回座ります。うん、座っといてみるとこんな感じです。あ、うん、あ、でも赤のハンドルいい感じです。いや、そうでもないわ。なんかだってこのドリンクホルダー青で、ハンドル赤で、はいはい、これはちなみに僕が買った時からついてたやつで、あ、はい、これも気に入ってるとこです。ああ、なるほど。たまにこう、そのドリンクホルダーも移植した。いや、これ元からついてあったやつ。あ、元からついてあった。僕買った時から。で、これのちょっと、まあ、いいところはこうやってもういつでもこうお茶とかこうやって飲んだりできるんですけど、あんまり量減ってきて、うん、ボートで走ってきたら飛んでくる。こうパーンって出てくる。カードが飛んでくるみたいな。一回行ったってなったんですけど、それだけは。なるほど。はい。すごいね。綺麗やな。綺麗ですね、うん、全然。スイッチとかは大丈夫ですか。スイッチ、ここにも収納ありました。散らかってるじゃないか。サビじゃん。むっちゃサビてんねんけど大丈夫。水入るんでちょっとサビちゃう。だから水ってこれだいぶ出てきてない。これは元からです。こう多分こういうやつじゃないですか。ここに。いや絶対しない。しますかね。うん、ここも一応物が入っ。それちょっと俺気になるやつ一個あんねんけど。これですか。ちゃうちゃうちゃう、それどうでもいい。はい。そこのさ、はい、なんかフットペダルみたいなやつ。あ、これはね。輪止め。輪止めなんですよ、うん、で、うん、もしかしてエレキのとこに挟むやつ。あ、違います違います。何するやつ。それもまあやったことはあるんですけど、うん、普通にトレーラー転がっていかないように、うん、普通に輪止めとして使います。で、こうやってボートつなげたりとか釣り行くときとかは、うん、こうやって、うん、ここに置いてちょっとこうアクセルっぽく、アクセルっぽく雰囲気パッて見たらあれと思って、なんでこのアクセルっぽいのついてんだろうなと思って、アクセルっぽく置いて、こうやってアクセルっぽく足置いてる感じ。あ、そういうことね、はい、気分のもん、気持ちのもんです。なるほどなるほど、はい、OK です。という感じで、はい、もうなんか喋りたいことあったら、あ、一応こうこっちに買った時ホンデックスのちょっと新しめの、うん、等身線とか、うん、ダウンスキャンとサイドスキャンと、うん、GPS ついてるやつがあって、まあ、最初の1回しか使ってなくてあとは置いてるんですけど、うん、でタコメーターもついてあって、ここにスイッチ類はここにあります。なるほど。この
がビルジーで、こっちが給水、下にオートが、あーなるほどね、はいはい、ハンドルやたら映すなハンドルですな、めっちゃ気に入ってるやん、ハンドルは気に入ってます、気に入ってる、はい、でもハンドルしかもももや、これ言っていいですか、うん、もともと青色のもも捨ては持ってたんですよ、で赤色が欲しいなと思ってアマゾンで、これ安かったんですけど3000いくらかで買ったんですよ、だからなんかここの真ん中のここがももって書いてあって、うん、なんかももって書いてるやん、なんか嬉しい、ラッキーみたいななんかそのラッキーさが全く伝わらないけど全く伝わらない、まあでもいいボートやもんね、いいボート、いいボート、むちゃくちゃいいと思う、あとはこう人間側が、ね、このボートを生かしてるのかどうかっていう感じですかね、感じ、はい、まあでも似合ってるもん、似合ってますか、似合ってる、前の船クイーンかな、はい、もうあれのイメージがもう今なくなってるから、あ、本当ですか、うん、こっちのイメージが結構強い、うん、まあ、大事にしてあげてください、はい、大事に、まあね、はい、このラッピングに恥じない、いや、ほんまにそうです、ね、今のところ恥しかない、恥しかない、ね、やばいやんやばいやん、それそうですよね、はい、まあ、いっぱい宣伝して、はい、いいの釣ってください、はいはい、頑張ります、はい、こんな感じで、はい、森村ゆき君、はい、ボート紹介、はい、はい、で、はい、ありがとうございました